チマルポポカは、メシカの都市国家であるテノチティトランの第三代トラトアニ。名前は、煙を吐く盾を意味する。チマルポポカは、テノチティトランの第二代トラトアニであるウィツリウィトルと、テパネカの都市国家アスカポツァルコのトラトアニである、テソソモクの娘アヤウシワトルの間に生まれた。当時のテノチティトランは、アスカポツァルコに従属していた。テソソモクは、強大な統治者であり、 父の没後、チマルポポカが、トラとアニを継承できたのは、テソソモクの孫であったことが大きかった。父の時代から引き続いて、チマルポポカの時代にもテノチキトランは発展することができ、建物はアドベではなく、石で作られるようになった。チマルポポカが行った最も注目すべき事業に、湖の外のチャプルテペックから島まで飲料水を運ぶ、水道の建設が挙げられる。 その一方、戦争の方面に関しては、はかばかしい成果がなかった。1426年に、テソソモクが死ぬと、彼の二人の息子であるタヤウとマシュトラの間に、継承争いが起きた。チマルポポカはこの争いに介入して、タヤウを擁立するが、マシュトラ側が勝利し、チマルポポカは、マシュトラ勢力によって1427年に、殺された。 トラとアニの位はおじであるイツコアトルが継承した。チマルポポカには何人かの妻と子があったことが伝わっているが、腹違いの弟である、モクテスマ一世が第5代のトラとアニに即位した後、チマルポポカの子孫が大いにつくことはなかった。ありがとうございます。